安藤寛一9月4日から1924年12月27日は、日本の英文学者、鹿児島県立第一中学校教諭、大阪高等商業学校教授。夏目漱石の小説、我が輩は猫であるの英訳で知られる。1878年9月4日、東京府深川西大区長に生まれた。1894年6月、 ジェームス・サマーズの大文政国学館を卒業した後、国民英学会に入学して、磯部八一郎、岡倉義三郎等に学び、1895年11月生家、1896年11月英文化を、共に、主席で卒業した。同期には、勝又千吉郎、菅野徳助、南日常太郎、住香目五郎、米田実、川上清志、最上梅夫等がいた。 1898年4月、三重県立四日市商業学校英語教師となり、茨城県市藩学校、青森県市藩学校、岩手県立一ノ関中学校を歴任した。1904年4月11日、万長報の英文を見た、浜村善吉に公認を壊れて、長野県立上田中学校教諭となった。1907年8月31日、 学校改革を進める岡本タスク校長の招きで、鹿児島県立第一中学校教諭となった。この頃には、日本一高級の中学英語教師となったという。1909年7月3日に休職し、岡校長の働きで県から留学費を提供され、島津久義に従い、イギリスに渡った。ブロンズベリークライストチャーチ通りに、小松原隆二と同祝し、ロンドン大学、 オックスフォード大学で英文学、発音学を学び、コナンドイル、ジェローム K ・ジェローム、H.G. ウェルズ、G.K. チェスタートン等と面会した。1910年7月アメリカ合衆国に渡り、ボストンのチェスター大学で学んだ。1911年2月に帰国して、3月8日、鹿児島市中に復帰し、増子会講習会にも出向した。 1913年3月、朝鮮中等学校長となった岡本佑の招きで、朝鮮総督府形状中学校に転じ、台北中学校、佐伯吉郎、旅順高科学堂、長野武一郎と共に植民地の三大英学者と称された。1915年冬大阪に移り、1916年、大阪貿易語学校で教えた。 1917年4月4日市時代の同僚、片野実之助校長に大阪高等商業学校に招かれ、1918年6月29日教授となった。1922年、長岡博夢が東京商科大学への引き抜きを試みるも、大阪校長に拒まれた。1924年7月に再び渡米し、ボストンゲーンズバラ通りに滞在中、 湿潤な気候のため持病の津田が悪化した。12月イギリスワイトジマシャンクリンで療養するも、急性結核末期と診断され、27日午前5時に死去し、30日ウォーキングでダビに付された。2月15日大阪なりマサで、追悼会、9月19日抗争が行われ、東京小石川区本殿寺に葬られた。は、院一日 IAMACAT 病死、ありがとうございます。